今回は、平家ボタルカーショーの配信をしたので、切り抜きアーカイブと写真から動画にしてみました。まずは配信したタイムシフトから。配信機材のバッグにホタルが着地。撮影感度が高めなので、結構明かりが見えますが、バッテリーの表示窓にビニールテープで現行させています。このあと5分くらいは、配信機材のバッグにホタルがいました。周辺の写真を撮ってみると、わかりました?わかりにくいですよね。ここからは、ホタルを見やすい設定で撮影して、その中から107枚をつなげてみました。30秒間でしたが、ホタルは見えましたか?ホタルを見つけても、温かく見守ってあげてください。それでは。